はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつだりょうじでございます。メール党員さん大募集であります。毎日一生懸命書いております。読むだけで知的レベルが上がります。メール党員さん限定イベントなどもたまに開催しております。地方議員候補大募集着々と埋まってきております。早い者勝ち。特にですね、11月選挙がある松戸市立候補者いらっしゃいませんか。松戸市に住んでる方で出ようかなっていう男性、いらっしゃいませんでしょうか。よろしくお願いします。立憲民主党名古屋焼肉店大便放置事件続報週刊ポスト。会合には参戦を果たした斉藤義孝参議院議員もいた。これ県議と市議合計8名だったらしいんですけど、その中に国会議員もいた。所轄の判断で選挙中は捜査を中断していた。選挙妨害と取られかねない。斉藤義孝参議は今回が改選の選挙だったんですね。当選したみたいですけど、党内観光令が引かれた。立憲の県議、焼肉店の件は絶対に答えるなと強く言われてるんです。勝手に話したら僕は次の選挙で公認を取り消されてしまう。勘弁してくださいと取材に答えた。絶対喋んなあみたいなですね。まあこれ会合に出席した県議なんでしょうね。ネットの話、臭いものに蓋。うまいこと言うな。党内で観光令は草。謝罪に訪問ってことは身に覚えがあるんだろうな。その焼肉店にその謝罪に訪問した議員たちが立憲の、で何とぞ穏便にっていうようなことを言われたんですけど、焼肉店は激怒してて、警察に被害届出して、週刊誌の記事になってしまった。大便放置追及チーム結成はまだ。ワイドショーでは扱いにくいネタだな。つうかテレビじゃやんないでしょ、立憲かばってさ。お約束の追及チームはまだすか。ますます謎は深まった。斉藤義孝参議は3期目のベテランだそうであります。これ衆議とか地方議員だと3期目ではまだね、ベテラン中のベテランとかは言わないんですけど、参議院議員だとほら1期6年やりますから、3期目っていうと12年じゃないですか。13年目ってことじゃないですか。そうするとね、地方議員とか衆議院議員だと、まあ4期目とかなると、まあまあベテランになりますよね。立憲愛知県連代表、文部科学部会幹事。これまあ立憲党内の役職でしょうね。ジェンダー平等推進本部副本部長。何？推進本部副本部長？副本部長だけじゃダメなの？4枠中愛知の参院選挙、4人当選できて3位で当選しておりました。35万票の維新の候補は落選しておりました。そこでね、斉藤参議は40万3000票で当選して、おりましたんで、観光令、を引かなければ、愛知県警が捜査を続けていれば、例えばですけど大便斉藤とかクソったれとか呼ばれて5万票減らして危なかったんじゃないか、当選ダメだったんじゃないか、落選したんじゃないか。立憲議員は上に行くほど根性が悪くてバカっていう説私持っております。地方議員、例えば豊島区の川瀬さん佐久間さんなんかは善人です。小堺さんは死んじゃったけど、横領してね、政務活動費を横領して死んじゃいましたけれども、まあ死んだら終わりだよね、死んだら。この件に関してもテレビ報道なしと、まあワイドショーで扱いネタ、扱いにくいネタ、まあ昼間の、まあ、深夜とかだったらありなんでしょうけど、まあ上に行くほど
メディアが甘やかすので、立憲の議員は市議より県議、県議より国会議員の方が悪くて頭が悪いっていう説を私は持っております。朝日新聞が9月1日から45歳以上対象に200人の早期退職者を募集するって発表になっておりました。2014年の売り上げが2886億円、2021年の売り上げが1881億円、1000億円以上減ってますね。まあ3分の1減っちゃった、7年間で 35% 売り上げが減少した。よくやったけんな、これ売り上げっていうのは1割でも結構きついんだよね。固定費変わんねえからさ、例えばですけど利益率2割っていう企業がさ、すると8割経費なわけだ。2割が儲け利益なわけなんですけど、それで売り上げ減っちゃったら儲けは半分になっちゃうからきっついんですけど、よくやってられるのよ。ちょっと不思議に思っちゃいます。ネットの話、ブヒャ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 、紙の無駄、環境の敵、ざまあ早く潰れろ、今の悲しみを川柳で表して、それいいっすね。こうやってどんどん偏っていく。あんだけ嘘ついて潰れないのがおかしい。売り上げの減り方に対してリストラ数が少ないな。これ4000人社員いるうち200人募集だったから3800人にするんでしょうね。3割ぐらい減らしてないっておかしいんですけど、読んでると正気を疑われる新聞。川柳専門誌にすれば安倍側に明け暮れた結果が、これ赤旗に吸収合併してもらえ、こんなもんが軽減税率っておかしいだろ。去年も50歳以上対象に400人だから早期退職者募ってなかった。今回は45歳以上対象だってハードル下げたんですね。ハードル下げる必要があるってことは、辞めないやつはテコでも辞めないんでしょうね。会社にとってこいつ使えねえなって思うやつほど辞めますって言わない。まあそんなもんですよ。他でも働ける、他でも通用する人ほど先に抜けてきますから、NHK 党みたいに今後ますますパヨる予感がいたします。東京新聞並みにパヨるんじゃないかな。残るは他で使い物にならない偏った異常な連中ばかりになり、川柳専門新聞に特化したらいいんじゃねえか、なんて思いますけれども、したらね、取材しなくて済むじゃん。偏った異常な読者が読みたい偏った異常な記事を書くだけの簡単なお仕事なのになぜ、これは偏った異常な読者が減ってるからですね。お年で自然と、東京に来て11年ですけれども、私電車の中で朝日読んでる人1回だけ見ました。白髪のおばあさんでした。何度も何度も繰り返し読んでるらしくて、紙面がぐじゃぐじゃ。こうやって自ら洗脳を深めていくのだなぁとちょっと怖くなりましたけれども、紙の新聞が滅びるのは確定事項ですね。あとはテレ朝ですね。早く潰れろって感じ。メディアが野党を徹底的にかばう、すると野党がバカで根性が悪くなっていく、バカしかいない選挙が楽勝なので与党も劣化していく、財務省その他の省庁に、まあ、テストの成績がいい連中にたやすく操られる、これが日本の病根であると私は思いますよ。だ何を置いてもテレビ代わり、テレビ改革党って名前でしたけれども、イコール日本改革党はほぼ同じ意味です。日本の改革のためにはテレビなんとかしないといけない、最優先でって、考えておりますけれども、その考えはテレビ改革党って名前の時代から変わっておりません。官邸前、安倍総理国葬反対集会、国葬あがめろなんですけども、裏面も間違えていることが
はバレてしまい大爆笑をしております。これ表面なんですけれども、裏面も国葬あがめろって両面きちんと書いてあります。 NHK がバッチリ全国放送しちゃったんで全国にバレました。スクランブルでもは意地でも放送しねえくせにこういうのはバッチリ全国放送と、誰も指摘しない周り、直さない、全員このレベルってことでしょうね。 NHK スクランでもスクランブルでもなんですけれども9月と11月にやろうかと思っております。真夏は参加者の健康が心配なので7月8月はやめた方がいいよな、思っております。ご参加よろしくお願いします。こんだけ参加して盛大にデモやってもやっぱりテレビはガン無視っていうリアルな証人になってください。よろしくお願いします。民間企業の勝手な判断でロシア産原油輸入がゼロになりましたって経産大臣が発表しておりました。外国人の反応、さすが日いずる国だぜ、容赦ないね、何が効果的か心得てる、いち早く原発再稼働も決めてたし、ヨーロッパのとある国とは違ってリスク分散ができている、ドイツは口で言う前に行動に移した方がいいよ。とある国はドイツですね。安いロシア産のガスにばっかり依存しちゃって今困ってる。日本はヨーロッパ全土を合わせたよりも根性があるな。そこまでね。インドと中国がロシアの原油を買い叩いて転売してるって噂ありまして、経産省が指導しなくても勝手にそうなったって記事になりますけども、単に安い方って言ってたらそうなったかもしんねえな、思っております。外国人の奴隷の輸入に熱心な日本企業を外国人ほど無邪気に信用できません。私は、外国人実習制度がなくならないのは安い労働力が欲しいっつ企業の意向ですしね。毎日毎日60億円も、韓国に売りまくってるし、そのせいで何かっちゃえば韓国カバイに走るし、日本企業ね。何にしてもですね、北方領土に住んでて北海道に攻め入る可能性があるロシア、それの弱体化は国益であります。どんどん不買してください。このまんま続けてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。